全国のキャンプファンの方もキャンプファンじゃない方もこんにちは、ヤッキーです。今回はですね、このダイソーのワッフルメーカー、これを使って、材料はこのお餅ですね。このお餅でモッフル、お餅のワッフルですね、モッフルを作っていきたいと思います。で、このチャンネルではですね、このようにキャンプに関する動画を毎日上げています。毎日上げているので、皆さんに役立つキャンプ情報がきっとあります。まだチャンネル登録していない人は、ぜひ今のうちにチャンネル登録していただけると嬉しいです。さあですね、まずはこのお餅、これをレンジでチンします。で、まあ外で、まあキャンプ場でやる場合は、クッカーでちょっと茹でてですね、柔らかくします。弾める状態にします。電子レンジでチンしてきました。ちょっと油をですね、垂らしまして。で、ここにお餅を1個置いて、これね、2つぐらい置ける隙間あるんですけど、2つ入れると膨らむので、はみ出ちゃうんですよね。だから1個ぐらいでやった方がいいと思います。ちょっと様子見ながら焼いていこうと思うんですけど、まあ目安として、まあ、4分ぐらいですね。で、焦げつくといけないので、まあ、弱火で時間かけて焼いていこうと思います。焼けましたね。表面はね、パリパリで、中がちょっとふわふわしてる感じですね。で、もう一個焼きたいと思うんですけど、で、今回ですね、まあ家でやってるので電子レンジ使ったんですけど、もし外でやるんだったら、クッカーで茹でてから入れてくださいっていうふうにお伝えしたんですけど、一回このままでも焼いてみて、どうなるのかも見ていきたいと思います。まずですね、硬いんで閉まらないのかなと思いきや、このダイソーのワッフルメーカー、ゆるゆるなんですよ。がっつり閉まるわけじゃないんで、意外と閉まりました。じゃあこれでやっていきたいと思います。ちょっとね、弱火にして焼いていこうと思います。なんか早速なんですけど、柔らかくなってきたのか、だんだん閉まっていきますね。私すごい隙間空いてたんですけど、ちょっとずつ隙間がちっちゃくなってきて、もうほぼほぼ閉まってますね、今。コンセント挿してやるタイプのホットサンドメーカーとか、ワッフルメーカーにする場合は、まあ、両面均一に焼いてくれるんですけど、こういうアウトドア用のフライパンタイプのワッフルメーカーとかだったら、まあひっくり返しつつね、焼いてあげないと両面が焼けないので、繰り返しながら焼いていきます。もう完全に、完全に閉まりましたね。では火を止めたいと思います。モッフルが焼けました。じゃあ次ですね、これに味付けしていきたいと思います。今回はですね、この黒蜜を買ってきました。ではこの黒蜜をまずかけていきますね。で、ここにきな粉も買ってきたので、このきな粉もかけていきたいと思います。で、きな粉は買った状態だと砂糖が入ってないので、まあ黒蜜の甘さがあるはあるんですけど、甘めがいいので砂糖も加えてですね、砂糖ときな粉で混ぜて、それをちょっとかけていきます。で、今回は抹茶アイスも買ってきたので、これもちょっと添えていきたいと思います。アイスをすくうディッシャーってなかなかないと思うんですけど、そういう時はちょっと大きめのスプーンでですね、こうすくって、その上でですね、こう乗せてあげると、こういうような感じでね、モッフルの盛り付けができました。ではちょっと食べていきたいと思います。抹茶アイスも乗せて食べてみたいと思います。抹茶アイスと黒蜜ときな粉、これがベストマッチですね。黒蜜ときな粉だけでも美味しいと思うんですよ、多分。うん、美味しいんですよ。抹茶を添えると格段に美味しくなりますね。抹茶アイスだけでも美味しいんですけど、抹茶アイス、黒蜜、きな粉全部合わさった方がより美味しいですね。これ1個目の方は電子レンジでチンしてからやったんですけど、そのままやっても全然いけたので、特にキャンプとかだとめんどくさいんで、そのままもう入れて焼いちゃった方がいいですね。お医者さんです。めちゃくちゃ美味しかったです。お子さんなんかがいるお家だったら多分喜ばれるんじゃないかなと思います。では今日の動画はここまで。次回の動画でお会いしましょう。ではまた。